より攻撃的な感じはしますよね。今両チームの選手がピッチに入場してきました。今日は黄色い服の審判団を先頭です。向かって右側、先頭柿谷陽一郎へ行きます。青のユニフォームがホームの徳島ボルです。持ち味のプレス、パスワーク、それで先手を取って最終的にフィニッシュワークで先制点を挙げるのは果たしてどちらでしょうか。チャンスは作り出しています。エンゲルスも184ありますが、ニアサイドに当ててフリック、キーパー田中のパンチング、ここは落ち着いていました。カベルディの方もディフェンスライン高めに設定して前で前でボールを奪っていこうというのが出てます。ちょっと会場どよめきました。パス交換の中でクロスが来て河村を狙ってきた。おっと、オンゴールだ。浜下の頭に当たってそのまま徳島オンゴールとなりました。先制は東京ヴェルディ。まあ、ビルドアップの中でキーパーからのミスではありますけど、はい、このクロスの質は素晴らしいですね。まあ、左足で、まあ、風の影響も考えて非常に鋭いボールでした。ディフェンスとディフェンスの間、まあ、浜下は、ね、ゴールの上、コーナーキックに逃げようという意図だったかもしれませんけどね。近いところ柿谷が弾いた。バスケスの足が伸びる。バスケスバイロン仕掛ける。グッときた、シュートを狙ってきた。こぼれた、梶川、林のシュートは枠の上。立て続けに3発打ってきました東京ヴェルディです。ではありますし、はい、こういう形で、ギリギリのところではありますけど、こういう勢いというのを、ね、失わないという思わぬ形、オンゴールで先制をしました。その得点を呼び込んだのはバスケスバイロン。梶川が狙ってきた、追加点東京ヴェルディ。梶川亮太今シーズン初ゴール、2対0。完璧なコース、鮮やかな軌道を描いて古巣徳島ヴォルティスのゴールネットを揺らしました。完全にこの足の振りも少しニアに来るような感じではないんですけどね、キーパーも少し迷った部分もあったと思います。ただこのボールスピード、このスピードじゃないとキーパーに触られる。柿谷のフリーキック、森海斗を狙う。ここもきっちりとキープをしました。そして試合終了、完勝です東京ヴェルディ。